ネットで話題になってるんですよ。はい、後藤さんが気になるというギタリストの方、はい、調べてみましたら、はい、ピーコフォニーさんという方でした、はい、でインターネットで大人気のギタリストなんです。まずはこちらをご覧ください、うん、この映像を見てください。あ、ダブル、え、どういうこと、え、なんで音が鳴る、ひっかいて鳴らしてるんですよ。2本のギターが一つになったダブルネックギターをなんと2本同時に演奏。この映像をプロギタリストの堀越裕介さんに見てもらうと、これすごいですね。すごい、1人3役っていうか4役ぐらいこなしてるところですね。リズムの部分とベースの部分、あとハーモニーの部分と、あとメロディーも出てきてますし、1人オーケストラみたいな感じですよね。彼の名はティーコフォニー。彼の映像は動画サイトを通じて話題となり、そのアクセス数はなんと合計100万件以上。ライブやメディアに一切出ない彼にダメ元で出演をオファーしたところ、なんと快諾してくれました。嬉しい。ここで登場していただきましょう、はい、ティーコフォニーさんです。どうぞ。いや、思ってたより若い。あの、でもちょっと恥ずかしがり屋さんということで、あの帽子ちょっと深めにかぶってらっしゃいますけれども、いやいや、でも男前やから出したらいい。かっこいい。この後スーパーギタリストが神業を披露。そして弁護士軍団の誰かが今夜最後の出演に、一体誰が。それでは聴いていただきましょう。ティーコフォニーさんでクローズドです。